こんばんは。兵庫県内では、今日新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されませんでした。感染が確認されないのは、これで28日連続となります。新型コロナウイルスの新規の感染者は、治癒後に再び陽性となった場合を除けば、先月17日から28日連続で確認されていない。ほか、先月23日以降は？ 再陽性となったケースも確認されていませんまた兵庫県内では3月7日に県内で初めて重症者が確認されピーク時には32人に達していましたが昨日の時点で重症者が初めてゼロになりました県内では現在も3人が入院しています